イェフレーモフの師匠、イェフレーモフは、ロシア西部のトゥーラ州南部にある都市、ドン川の右支流、クラシーバーやメーチャ川に沿う。州都トゥーラからは北へ1 4 9トル人口は2002年国勢調査で47,256人。1989年ソ連国勢調査では56,740人であった。 イエフレーモフの古い市街地の風景イエフレーモフの聖堂、イエフレーモフは、ロシアツァーリ国の南部国境を防衛するための要塞の町であった。成立は1637年で、坂もぎ船の再建と同時に建設された。地名は、イエフレムという人物の名に由来するとみられる。しかし17世紀末には、国境は南へ拡大し、イエフレーモフ要塞の重要性は薄れ始めた。 1777年に、イェフレーモフは、市となり、軍の中心地となった。周囲の農産物の集散で栄えたが、1869年に、モスクワトゥーラオリョールクルスク警府間の鉄道が通ると、本線から外れたイェフレーモフは一旦衰退する。1874年に、ウズロバヤからの鉄道が開業すると、工業の発展の機会を得たが、 もともと後輩部の農村部の生産が豊かでなく、こうした農村部にも独自の鉄道が通るようになるとまたイエフレーモフの経済は低迷した。ソ連時代の重工業化により、1930年代以降、イエフレーモフには科学工業が立地し、工業都市へと変化していった。第二次世界大戦では、1941年11月23日に、 モスクワ攻略の途上のドイツ国防軍が占領したが、1941年12月13日に、エレツの奪還を目指す、赤軍南西戦線により解放された。イエフレーモフ駅、イエフレーモフには、科学工場がいくつか所在する。合成ゴム工場は1931年から1933年にかけて建てられたもので、この地の科学工業の先駆けとなった工場である。 これらの化学工場のために、山ロネ熱自地管区のウレンゴイガス電から、ウクライナ生誕のウージュホロドへ向かうガスパイプラインの、視線がイエフレーモフまで伸びている。その他、機械工業、繊維工業、食品化工業や、建材業などが立地している。イエフレーモフには、1874年に開業した、モスクワウズロバヤイ,アイレツバルイ機関の鉄道が通る。町の東を、 モスクワからボロネジを経て、ロストフナ、ドヌへ向かう M4 幹線道路も通っている。イェフレーモフ市には、地方紙博物館が存在する。ありがとうございます。